高賀三郎拾ったう1明治の末の年というともう1516年前の話ですが当時甲部線といった今の商船千駄ヶ谷駅はすこぶる貧弱なものでした。 今でこそ明治神宮の外苑をすぐそばに控え神宮への参道にも当たっていますし郊外住宅地としても屈指のところで駅も見違えるように立派になりましたが以前は黒ずんだ掘立小屋同様のちっぽけな建物で駅を出ると前のところにほんの一塊粗末な家が並んでいるきりあとはぼうぼうたる野原です右の方はかなりの窪地になってそれが小高い 今はは明治神宮外苑の、当時は連平城だった大きな原に続いていてます。駅の裏の方は四谷の方に通じているうねった小道で一方は新宿御苑の土塀が延々と連なり一方は小さな谷川で中途にはごとごとと水車がかかっているというありさまですから無論夜などはめったに通る人はありません駅の表口は、 すなわち今言う坊々たる野原でしかも町の形になっている千駄ヶ谷の通りへ出る途中には今は解放されてたくさん家が建ちましたが当時はまだ徳川公爵家の広大な屋敷が横たわっていましたから夜などはとても提灯なしでは歩けなかったのですそれでも当時は膨張してゆく東京の人口の刷け口として優秀な候補地だったのでぼつぼつ移住する人があり 人電車ごとに相当ののが乗り降り降するのでした駅を降りた大部分の人は千駄ヶ谷の通りの方へ向かうのですがそのためには腹をまっすぐに突っ切って徳川公爵家の表門に突き当たり門番の人に断って邸内を裏門へ通り抜けさせてもらうかさもなくばぼうぼうたる腹を斜めに突っ切り公爵の垣根について迂回して通りに出るよりか道はありませんでした。 ところで停車場は野原よりも一段低いレベルにありましたので野原に達する前に約1丁ほどのくぼ地を通り切り通しのようになったダラダラ坂を上がらねばなりませんでしたこのくぼ地というのはもとは上の野原と同じレベルにあったのに相違ありませんそれを土を取るためかそれとも何か他の理由で掘り下げて土を外へ運んだものです それで停車場から約1丁のところで土を取るのをやめたものですからそこが切り立った崖となり道はその崖を切り通してついていたのです土を取ったというのはよほど以前のことらしく崖には醜い地肌などは少しも見えず草が生い茂ってことに切り通しの両側の三角形になった斜面地には背の低い雑器がもじゃもじゃかぶさっていて 〈大げさに言うと昼なお暗くジメジメした草の下には毒蛇でも潜んでいるかどうかしたら人の死体でも横たわっていそうなところで覗いてみるのさえ気味悪く思われるのでした〉〈これだけの説明をしても今日の千駄ヶ谷駅しかご存じない方は1 5六6年以前にこの駅の付近が超採集するのに公的の地だったと言ってもなかなか信用なさらないでしょう〉 信用をなさらなくっても事実そうだったことは当時中学の上級生で両親と共に千駄ヶ谷の通りに近いところに住んでいた私のしばしば経験したところです駅付近の野原一帯は春から夏へかけて返本とした蝶々が飛んでいましたがことに例の切り通しのところには揚げ葉の蝶下や縦葉の蝶下の大型の蝶がよく来ましたので私の大切な両場でした 何事にも凝り性の私が、補聴網を振り回して夢中になりながら、青筋アげハや瑠璃立派、ヒヨドシチョウ、赤立派などいう比較的珍しいチを捕らえて大喜びをした時のことを考えますと、今更ながら自分の年を取ったことと土地の変遷ということに無料の間なき当たわずです。さて、そうした自分のある日でした。 私は例によって切通しの付近に行って蝶々を追い回していました蝶々に限らず動物は何でもそうですが捕まえるというためには追い回すということは禁物なのです蝶などはちょっと考えると別に当てもなしにふらふら飛んでいるようですがあれでいて案外規則正しいもので一回り飛ぶとまた元のところへ帰ってくるものです ですから蝶の姿を見た時にそれが捕まえにくい位置にいたら惜しくても見逃しておくのですそうすると二度目に飛んできた時にやすやすと取れることが多いのです取れないと知りながらいたずらに追いかけると蝶は驚いて高く飛び上がり二度と帰ってきません蝶を追い回すことはいけないと知りながらもそこはまだ子供ですから 珍しい蝶が飛んでくるとつい我慢ができないで無理な網の使い方をしては蝶を追い回すのですこの日も多分小紫だったと思いますがかなり珍しい蝶だったので捕まえやすい状態になるのが待ちきれず追い回し始めたのでしたが夢中になったあまりつい切通しの右側の例の臓器がうっそうとして茂っている中へ入り込んでしまいました。も,っともそこへは、 前にもちょっとぐらいは踏み込んどころもないように生い茂っている草とジメジメした地肌の足触りにゾッとしてすぐ飛び出してしまうのでしたが蝶を取りたい一心につい夢中で飛び込んだというわけなのです。はっと気が付いた時にはもう取りたい蝶はどこかへ逃げてしまい私はしとしとに濡れた草のつゆを踏んで大きな木の枝の下に立っていました。 もう薄気味悪くてたまりませんすぐに飛び出そうとしましたがその時にふと足元に粗末なしかし比較的新しい紙箱が落ちているのが目につきました私はどうしてその箱を拾い上げたのか今考えてみてもわかりませんこの臓器の林はさほど広いところではなく昼なお暗いというのはかなり誇張した形容ですし 時は夏の真っ昼間すぐ目の前には停車場があり切通しの道を通る人もちらほらあるのですから新山遊国というわけではなしみくついてはいながらも私の心にはどこか余裕があったのです一つには今でも探偵小説などが好きで愛読するところを見ると臆病なくせに好奇心は人並み以上にあるのかもしれません とにかく私はその箱を拾ったのです箱の中には今でもよく覚えていますが当時盛んに広告していた梅毒の梅薬が入っていました箱そのものがその梅薬の何日か分を入れるものだったので箱の中にはその使い残しが入っていたのです箱にはその他に古い大型の銅線が1枚と 一種銀が一枚入っていました。私はすぐその薬を捨てました。少年の私の心には梅毒などというものはたまらなく嫌なものだったのです。ですから梅薬そのものも、いや、そういう病気にかかっている人間の持ち物として非常に不潔に感じたのでした。そのくせ古墳の方には異常な魅力を感じたと見え、 それは捨てもせず握ったまま家へ持って帰ったのでした。梅薬の方は確かに即座に捨てたと記憶していますから、箱は拾った場所で開けたにそういありません。日頃から気味悪く思っている場所で得体の知れぬものを拾ったのですから、そのまま外へ持って出てから開けてみそうなものですが、その場で開けてみたいというのはどんなものでしょうか。人というものは、 君の悪いことに出くわしたらできるだけ早く結果を見たいものと見えます古銭を拾ったことなどは無論うちの者には少しも話しませんでした私がこんなものを拾って帰ったのは利欲というよりは珍しいものを手に入れたという好奇心からで私は早速父の書斎にあった国師大辞典を持ち出しその中の古銭図譜と対称して研究しました 一銀の方は無論金星のもので平凡極まるものでしたが古銭の方は思いがけず日本最古の銅銭として知られている和銅開珍でした今はもうよく覚えていませんが奈良町の元明邸の時でしたから武蔵の秩父に銅が出ましたこの銅というのはいわゆる自然銅で元素のまま出たのです銅鉱は 無論日本全国至る所に算しますがいずれも硫華銅とか三華銅とか加合していますから夜勤術などの幼稚な奈良朝時代にはそんな鉱石から銅を吹き分けるということはできなかったのでしょうそれで秩父から自然銅が出るまでは日本に銅というものがなかったと見えて早速朝廷に献上すると帝は深くこの銅を可能を増し増し元号を和銅と改められ この銅で作ったのが、すなわち和銅開鎮なのです。私はこの二千銅貨の一回り大きい真ん中に四角い穴の開いている銅貨が、そんな由緒のある古いものかと思うと、一種の懐かしさに耐えませんでした。私はもしかしたら、銅貨が大した値打ちがあるのではないか、と思い出したのです。もしそうだったら、 一方にはそんなものを拾ったという心配と一方では幸運を授かったのではないかというくすぐったい喜びとがあります私は古銭の相場表を見たり古銭昇の前へ立ったりして値打ちを調べましたがそれによると和道開賃には2種類あって一種の方は珍しく値も高いがもう一種の方はかなり多くルフしていて大した値打ちのものではないということで 私の拾った方は、その多くルフしている方だということが分かりました。私は軽い失望を覚えるとともに、一室主に対しても大した責任を持たなくていいという安心感を得ました。そんなことで、一時私に異様な興奮を与えた和道会陳は、まもなく協定の奥に入れられたまま、忘れられるとなく忘れられてしまいました。申し残しましたが、 一種銀の方は後に学校で科学を教わり深い趣味にとらわれた時にある科学書にあったのを読んで銀と銅とに分けるために硝酸に溶かしてしまいました銀と銅とに分けることは不完全ながら成功しました分けた純銀分は再び硝酸に溶かして硝酸銀にしたと覚えていますさて中学時代に拾い上げて そのまま人知れず秘め置いた和道開珍は十数年後私が一角の宝宮生活者として収まったときに図らずも危機快会な物語の発端となったのでした 2> 2大正十罰年の夏でした私は湘南地方にある海水浴場で ふと、大学時代の友人の富田に会いました。一口に友人と言ってもいろいろありますが、中学時代や高等学校時代の友人はいつまでも遠慮がなく、その当時の気分に帰って愉快に話ができますが、他の高等学校から来て大学だけで知り合いになった友人というものは、特別の場合を除くほか、卒業後あってもなんとなく気が置けて、 中学学校校や高等学校時代のの友人のようには打ち解けられぬものですそれにこの富田という男は一体内気な男でいつも陰気臭い顔をして落ちくぼんだ金眼を眼鏡の下から神経質に光らしているというふうな男でしたからあまり親しく付き合ったことはなくただ彼の父が若くして文学博士になった秀才で 大学教授となるまでにかなりの苦学をした人であるということを噂に聞いていたくらいであまり彼については知らなかったのでしたけれども何といっても3年の間同じクラスで学んだのですしそれに私は前に申し上げたとおり拾った一種銀を硝賛にとがして科学実験をやったくらいでしたからとうとう大学も応用科学を収めたのですがこの科は他の科と違って実験の時間が多く したがって放課あたりの学生から見たら同級生はずっと親密になりますから卒業後数年にしてひょっこりこうして富田に会いますとやはり懐かしさに絶えずすぐに双方から親しく挨拶を交わしましてその日は修学学生時代の話にふけり誰彼と同級生の噂をしました学生時代の話に会いた時に話は自然お互いの現在の境遇に落ちましたが 二人ともまだ独身で似たような工業会社に勤めているのですから収入も似たようなもので冒久生活者として不平不満も大体同じようなものでしたそのうちにふと住所のお話が出て現在の彼が千駄ヶ谷町にいることを知りましただんだん聞いてみると彼のうちは随分古くから千駄ヶ谷にあるので 私たち一家が十数年前に12年そこに住んでいた時も彼の一家はすぐ近所にいたらしかったのですもっとも彼は市内のある中学に通う関係から当時は学校の近所の知人の家当時は学校の近所の知人の家へ寄宿していたそうですからお互いに少しも知らなかったのも無理はなかったのです彼の現在の家が どうも、私の少年時代の記憶に残っている、例のぼう,ぼうたる野原の一部に建てられているらしいので、私はつい、昔その野原の片隅で、和道開鎮と一種銀とを拾った話をする気になりました。千駄ヶ谷というと、思い出話があるのだがね。実は、残悔話なのだが。私は、こう前置きをして、 例の臓器林の中に踏み込んで薄気味の悪い箱を拾ったことその中から思いがけなく古銭を2枚見いだしたことそれをそのまま着服してしまったこと一種銀の方は科学実験に使ったことを詳しく話して聞かせました聞き手が中学時代の友人ででもあったら話の途中で茶化したり皮肉を言ったりしゃれのめしたりしたことでしょう そんなことは話し手にとっては迷惑であると同時に話に調子がついて脂が乗るものですところが富田の場合は彼が私にとってそんな程度の友人でなかったからでしょうが初めから黙り込んで熱心に私の話を聞くのですしまいには彼の目がなんとなく異様に光って話に身を入れて聞く態度にいよいよ真剣味が加わってくるのです 私は気味が悪くなってきて話をやめようかと思いましたがそうもなりませんからしまいの方は彼の目を気にしながら上の空で手早く済ませてしまいました話が済むと彼は深いため息をほっとついてせき込んだような調子で聞きましたそれでそれで君はその和道開鎮を今でも持っていますか ええ、持っているはずです。どこに入れてあるかちょっと思い出せないが、探せばどこかにあるはずですよ。私に一度見せてくれませんか彼はどういうつもりだか、こんなことを言いました。ええ、見せますよ。しかし君は横領罪で僕を告発するんじゃあるまいね。ははは。 私がが、こうう言言っててて笑いいいいいいままますと、と彼ははニニヤニヤしししたたた。別にに見たいという理由については言いませんでした私も大した理由があるとは思いませんから深く追及もせずその日はそのまま別れました東京へ帰ってからも実は私は富田とそんな約束をしたことなどはとうに忘れてしまって和道開珍のことなどは夢にも思い出さなかったのですが。 驚いたことには富田がある日私のところへわざわざ訪ねてきたのでした「君すまないがこの間のお話の和道を何とかいう古戦を見せてくれないか」言いにくそうに彼が切り出した時に私は初めて先っての約束を思い出して彼の雷威を知ったのでしたいやあしっけしっけすっかり忘れてしまった。 私は頭をかきかき座を立って心当たりの入れ場所をひっかき回しましたが幸いに見つけることができましたので私は拾った当時と何の変わりも見せていない千数百年前の古銭を手のひらのうちに握って座に戻りましたこれだよ君私は無造作に和道開珍を彼の前に置きました 彼は定めし後期の目を輝かしてむさぼるように眺めることと思いましたが案外冷然たる態度でちょっと手に触れてみたきりで私の方を向いて言いました実はね僕の父が非常にこれを見たがっているんだ愛すまないけれど23日貸してはもらえまいか彼のこの言葉から押すと初めからこの古銭に興味を持ったのは 彼ではなくて彼の父だったらしいのですしかし私にとっては彼だろうが彼の父だろうが構わないのですもともと私は和道開鎮には大して執着はないのでしたから私は即座に答えましたああいいともどうぞお持ちください富田はほっと安心したような顔をしてどうかを大切そうにポケットに入れると そそこそこに帰っていきました23日という話でしたけれどその後1週間経っても2週間経っても富田は姿を現しませんでしたけれども何回も言うとおり私は貸した古銭は一向惜しいと思いませんでしたから催促に行くはおろか例によっていつとはなしに富田に貸したことなどは忘れてしまったのでしたそれから一月経たって そうです。そろそろ秋風が立ちかけていた時に、焦然として富田が訪ねてきました。和道開賃を返さなければならないのだけれど、父がなんだかひどくあれを研究しだしてね。なかなか手放そうと言わないのだ。すまないけれど、もう少し貸しておいてくれたまえ。彼は言いにくそうにそう言いました。 ああ、いいと思う。僕はちっとも構わないよ。進展したっていいんだよ。ありがとう。じゃあもう少し貸しておいてくれたまえ。こう言って彼はまだ何か話したいことがあるようにもじもじしていましたがとうとう言い出さないでしょんぼりとかえって行きました。少し変だなあ。どうしたと言うんだろう。私は、 彼の後ろ姿を見てこう呟いたのでした。ところが思いがけなくその翌日、彼は慌ただしく私の家に駆けつけてきました。そうして遠惑したような顔をしながら、どもりどもり言いました。君、誠にすまない。君から借りた和道外賃が、とうとう紛失したよ。 紛失したと聞いてもさほど驚かなかった私も、とうとうという言葉がひどく気にかかりました。とうとうって君、前から紛失しそうだったのかい彼の返事は意外でした。そうなんだよ、君。そこで彼がぽつりぽつり話し出したことはこうでした。富田の父は前にもちょっと述べた通り、 文学博士の肩書きを持って大学教授の職にいる人ですが若い時にいろいろ苦労したためか変に気難しくなり家の人ともあまり口をきかず黙々として書斎に立ちこもって読書にふけっているのでした和道開珍のことは少し心当たりがあったので富田は私から聞いたことを父の博士に伝えたのでしたが博士は非常に好奇心を動かしたらしく 早速借りてくれということで富田が私の家から持って帰るとひったくるようにして受け取りそれから熱心に何事か調べ始めたのだそうですところがね君父が君の和道開賃を受け取ってからろくなことが起こらないのだよこう言った富田の顔はやや青ざめていました博士は和道開賃を手に入れると 先代から世話になっている顧問弁護士などを呼んでしきりに相談している様子でしたが不思議なことには近頃たびたび博士の身辺に異様なことが起こるのでした一度はね父の書斎に置いてあった自慢のドイツから持って帰ってきたという大きな花瓶がどうしたはずみか棚から転げ落ちてもう少しで父の頭に当たるところだった一度は 動脈硬化を防ぐために医者からもらっている眼薬を飲んだところが、非常な苦しみで吐血して、もう少しで命の危ういところだった。びっくりして駆けつけた医者の調べたところでは、どうも中毒らしいのだが、どうしてそんな毒が入ったか、残った眼薬は皆調べたけれども、何の異常もないし、どうしても原因がわからなかった。一度は、 公園会場から自動車で送られて帰ってきたが家の付近のちょうど自動車の通路にあたるところに大きな石が置いてあった幸いに運転手が気がついて無事だったけれども僕はどうも自動車を転覆させるつもりで故意に置いてあったと思うのだそれに最近僕のうちの近所に放火があってこれも幸い大事にならないで済んだが僕は これらの不吉なことがみんな和道会賃に関係があるように思えてならないのだ。それに、あの古銭を非常に欲しがっている人間が父の周囲にいるので、僕は一時も早く古銭を君に返すように父に勧めたのだけれども、父は頑として効かないのだ。そのうちに、とうとう古銭が昨夜紛失してしまったのだよ。 彼の謎の謎よううな話は、どうも私の腑に落ちませんでした。私は私は彼をなだめて和道開珍はもともと拾ったものだし紛失しても少しも構わないこと引き続き起こる博士の災難があの古ぼけた古戦がさせる技だというのは少し迷信的ではないかということ君は神経衰弱にかかっているかもしれないからよく養生した方がいい といったようなことを静かに彼に話してやりました。その日は彼は和道開珍を紛失させたことをくどくどと詫びを言って青い顔をしながら帰って行きました。彼が帰ってからもしばらくはなんとなく気がかりでしたが私は例ののんきからすぐそんなことは忘れてしまいそれなり和道開珍のことは思い出しもしませんでした。ところが 23日してから富田がまたもや私を訪ねてきた時には彼のただならぬ様子にすっかり驚いてしまいましたわずか23日のうちに彼はげっそり痩せてくぼんだ目はキラキラと輝き顔色は墓場から出てきた人のように土色でした君父はいよいよ殺されるかもしれない。 私の顔を見ると、彼はすぐにこんな恐ろしいことを申しました。えなんだって和道開賃を盗んだ奴が、それを手に入れただけでは満足せず、父の命を狙っているんだ。僕はどんな犠牲を払っても、父を保護しなければならない。そのために、僕はこの頃、おちおちと眠られないのだ。 私は彼が発狂したのではないかと思って、彼の怪しい目つきを打ち守りながらゾッとしました。君、一体それはどういうわけなのだい落ち着いて、ゆっくり話してくれたまえ。私は彼の顔色を伺いながらこう言いました。こうなっては、もう隠しているわけにはいかない。すっかり話をするから。 聞いてくれたまえこう言って彼の話し出したところは実に期待な話で私が1 5六6年前にそっと拾っておいた1枚の和道開珍にこんな因縁が結びついていようとは夢にも思わないことでただ呆れるより他はなかったのです富田の話したところによると彼の祖父にあたる人は千駄ヶ谷町がまだ村といって 謎は数えるほどしかなかった時代からの大地主で徳川公爵家と所有地の大小を争うほどだったのでしたところが彼は何を思ったか死ぬ少し前にその広大な土地をそっくり売ってしまいましたそれは何のためだったのでしょうか多くの人の推測は多分彼が財産を隠す目的だったろうということでした というのは彼には3人の男の子がありましたがすなわち富田の父もその一人で彼は抹茶でありました彼の上には長兄と慈恵とがあったのですがこの長兄というのが掛け子に身を持ち崩してしまいました彼は聖徳掛け事が好きでしたがふと業を習い覚えるとすっかり夢中になってしまい掛け子の味を覚えると万事法的して かけ子でなければ世も火も分けぬという始末でしまいには誤品も相当にはなりましたが何がさて坊っちゃん育ちですから取られる一方で随分親にも迷惑をかけて甘しものになっていました時系はまた酒とほうとうですっかり身を持ち崩し早くから感動同様という始末で満足なのは三男の富田の父だけでしたししかしこれとでも、 まだ海のもののののものともももとと山からぬので、富田の祖父という人は巨万の信頼を要しながら子供についてはひどく不幸で死後財産の安全を図るのにはひとかたならぬ苦労があるのでしたそんなわけで祖父は生前にすっかり不動産を処分して金に変えぽっくり死んだのですが兄弟が寄って遺言状を分けてみるとあぜんとしたのは遺産というのは 和家賃が3枚切りそれを1枚ずつ3人の兄弟に与えるというのですそして5年後に彼が生前信頼している顧問弁護士の高宮玉一氏のところへその古性を持って集まれというのでした情景と慈恵とは夢中になって父の遺産を探しました しかしどこを探しても一坪の土地も一銭の金もないのです富田の父はもともと三男ですし遺産などということはあてにせず独立でやってゆく道を講じましたが兄二人はどうにも思いきれずもらった和道開賃に何か仕掛けでもあるか深いわけでもあるかと目を皿のようにして研究しましたがこれももとより成功するはずがありませんでした そうこうするうちに長兄はせっかかく親らら譲られた和道会賃を掛け計でたた。ちちままま取られてしまいましい掛け後で直接取られたのではなく富田家の莫大な財産がどこかに隠されていると睨んだある欲の深い男が「和道家珍がその財産を売る何かの鍵になるに違いない」と思い込み「長兄の手から少なからぬ金で買い取った」という説もありました。 いずれにせよ長廷の手にあった和道開賃は何者かの手に渡ってしまったのです時系の持っていたのは間もなくどこかへ移出してしまいましたそんなことで5年後に兄弟3人が問題の古銭を持って高宮弁護士のところへ集まるということは自然消滅となったのでしたその2番目の叔父の落としたというのが 君の拾った和道怪人らしいのだどうして叔父がそんなところへ落としておいたかということは疑問だけれど当時叔父はひどい梅毒にかかっていたそうだからまず間違いはあるまいと思う富田は長々と物語ってほっと息をつきましたで今君のお父さんの命を狙っているやつがあるというのはどういうのだね ききか,いかいな話に釣り込まれた私はこう聞かずにはおられませんでしたせんだって君から和道開珍の話を聞いた時にもしやと思って父に話したのだがその話が一番上の叔父の耳に入ってね時系というのは3年前に病没しましたが長兄は相変わらず富田の父をせびっては掛け子に暮らしているのでした 彼は和同開賃の話を聞くと非常にそれを欲しがったそうです一度少なからぬ金に変えているので味を占めたのでしょうが一方にはまだ父の隠した遺産のことが思い切れなかったのでしょう親父のやつはどこへ財産を隠しやがったか今思えば例の古墳は3つ揃えるときっと宝を探し出す鍵になったのだろうが 早く手放して残念なことをした始終彼はそう言っていたそうですだから彼が新たに富田の父の手に入った和道開賃を欲しがったのは無理はないのですそれにね父が銅線を研究して何か短所を得たらしいのだしきりに顧問弁護士の高宮さんと往来しだしたからね 父は何も祖父の財産を独り占めするつもりはないのだろうがおじは気が気でないらしいのだすると何かい君はおじさんが私はびっくりして富田の顔を見ましたああそんなことは考えたくもないけれどせんだっても話した父の上に起こった怪しい危険の数々がどうしても 親しく父の周囲にいるものでなければできないことなんだ。富田は青白い顔をして悲しそうに言いました。まさか私が打ち消そうとするのを追いかぶせるように彼は言いました。おじの性質は随分ひねくれてしまったからね。掛け子などということがあーまで生活に変化を与えるものかしら。 富田はこう言って私の顔を見ました。これは私にとって大きな皮肉でした。私は掛け声こそ打ちませんが、語彙非常に好きで、学生時代にはすっかり凝って学業を返り見ないことさえあったのです。私は富田の言葉をただ苦笑いしながら聞くほかありませんでした。 3富田の最後の訪問から2、3日して、私は朝、床の中で新聞を広げてみて、思わずあっと声を上げました。社会面全面を埋めるくらいに大きな見出しで、富田文学博士が昨夜何者かに残殺されたことが報じてありました。友人の富田が彼の父の身について心配していたことが、 不幸にも事実となったのでした。博士は、世にも奇怪な死に方をしたのでした。昨夜9時過ぎ、博士邸に一人の訪問者がありました。それは彼の父の時代からの顧問弁護士の高宮氏で、博士は彼の来るのを待ち受けていたということです。で、博士はすぐ奥の書斎の一間に通し、 ひそひそと何か重要な相談らしいことを始めていたそうです。対談約30分。10時少し前に高宮氏は自死去ったのですが、大抵の場合に来客を玄関に送って出る主人が今日に限って姿を見せないので少し不審に思いましたが、女中はそのまま高宮弁護士を送り出しました。その時に彼の態度は別に変わったこともなく、 そわそわしているような様子は少しもなかったそうです。高宮弁護士が帰ってからも、博士は奥の一間に閉じこもったまま少しも出てこなかったのでしたが、そんなことは稀なことではなく、こういう際に歌人が行くと帰って叱られるのでそのままにしておきました。12時少し前に、息子、すなわち私の友人である富田が帰ってきました。 彼は読んどころないようで夜遅くまで外出していたのですが、帰ってきた時には非常に疲労していたそうです。彼は帰る早々歌人からその話を聞くと大いに驚いて書斎へ飛び込んでみると、博士は机に寄りかかって何か書き物でもしようとしていたところを背後から、書斎に飾ってあった南洋の担当でただ一差しに心臓を突き抜かれて、 血まみれになって倒れていたのでした。急報によって駆けつけた司法当局者の調べたところによると、博士は死後近近2、3時間くらいのところで、殺害された時間は9時から10時の間ということで、第1の検議者として即刻高宮弁護士が召喚されましたが、驚いたことには、彼は博士邸とほどからぬ、やはり千田ヶ谷町に住んでいる博士の長兄のところで、 悠然としてこう打っていました。そして、彼自身及び博士の兄、同家の歌人の証言によると、彼はその日の酔いのうちから、博士の兄の宅で同人を相手にこう打ち続けていたので、一度も外出したことはないというのです。これには、さすが老練な警察当局者も口をあんぐりで途方にくれたのでした。一方、 博士の歌人の証言には、尋ねてきたのは確かに高宮弁護士だと言いますから、まず何者かが巧みに弁護士に変装して博士を問い、教皇を演じたという他に解決の道はなく、なお教皇についてはよほど込み入った事情があるらしく、目下犯人減誕中、というのが新聞記事の要領でした。なんという機械な事件でしょう。博士は、 あの和道会賃にまつわる不思議な事件のために教主に倒れたに相違ありません。犯人は何者でしょうか先だってからの富田の話によると、疑わしいのは博士の兄、すなわち彼のおじです。しかし彼は教皇の時間には自宅で高宮弁護士と合を打っていたと言います。それから富田は夜遅くまで外出していたと言いますが、 もしや彼が。いや、そんなことは絶対にありますまい。しかし、彼がたまたま外出していたということは、何でも疑わずにおかない当局者の恐ろしい権威から逃れることができましょうか。しかも彼は疲労しきって帰ってきたといい、行き先については明瞭な返答をしないというではありませんか。私は、 富田が痩せこけた青白い顔をして神経を極度に緊張させながらイライラしている姿が目にちらついて気がかりでなりませんでした。私は刑事などで固められている混雑した博士邸を想像すると嫌でなりませんでしたが私の拾った和道開鎮から事件が展開してついに博士の犠牲となったことを考え友人としての義務を思い富田を訪ねないわけにはいきませんでした。 富田の家は割にひっそりとしていました。取り次ぎに出た女中が引っ込むと、すぐに興奮した富田が現れて、私の手を取るようにして一前へ導きました。よく来てくれた。君、父はとうとうやられたよ。僕が家へさえいればこんなことにはならなかったのだろうが、うちにいなかったばかりに父は殺されるし、僕は僕で、 警察の奴につまらない疑いをかけられるし、僕はどうしていいかわからないのだ彼は喉をかきむしりながら、子供がむずがり泣きをするようにわめきました。彼が夜遅くまで外出していたというのは普通の用事ではないらしく、彼は曖昧に言葉を濁して私にさえはっきり言いませんでしたから、警察で疑ったのも無理はありません。しかし、 彼が高宮とかいう人に変装して、現在の父を刺し殺すなどということは考えられません。あいつだ。あいつだ。あいつが高宮弁護士にうまく変装して、父を殺したに相違ないのだ。しかも高宮と子などを打って、巧みなアリバイをこしらえたのだ。富田は狂ったようになおもわめきました。彼は、 深くおじを疑っているのでした。彼の叫び声が外へ漏れたためでしょう。ひょっこり我々の座っている部屋を覗いた人がありました。うちの人だろうとは思いましたが、それは思いがけなく我々と同年配の勝者たる青年紳士でした。富田さん、あまり大きい声を出してはいけませんよ。彼は年少者をいたわるように言いました。 ああ、君紹介しよう富田は電気に打たれたように叫びました。これは木村君といって、僕の友人なのだ。はじめまして。よろしく。そう言って私は頭を下げました。この時私は有名な私立探偵の前に立っていたのですが、この時は全く富田の友人と思い込んでいました。 私は別にすることもなく、熱く富田を慰めてその日は帰りましたが、翌日になると、意外にも昨日富田の紹介した木村という紳士がひょっこり訪ねてきました。富田君も実に神経質でね、変におじさんを疑ったりして困るのですよ。彼はニコニコしながらこう言いましたが、やがて何を思ったのか、 あなたは語がお強いそうですね。一つお教え願えないでしょうか。と言いました。私は彼の慣れ慣れしい態度をなんとなく薄気味悪く思いましたが、元より好きな道だし、富田のことなどでくさくさしていた時ですから、早速番号を持ち出して相手をしましたが、木村は私よりは二目くらい弱いようでしたが、素人としてはなかなか強く気持ちのいい語でした。 いやあ、なかなか強い。とても叶いません。彼は勝負がす、彼は勝負が済むと、私の技量を短章しながら言いました。どうでしょう。私の知っているものに掛け子の強いやつがいましたね。私はいつもやられて悔しくてならないのですが、あなたの腕前なら間違いなしにやっつけられると思います。一つ、私の仇を打ってくれませんか 掛け子というのは本来好きではありませんし、見たところ悪気のなさそうな人ではありますが、昨日会ったばかりの人ですから気が進みませんでしたが、どうしてこの木村という人は進め上手で、私はとうとうその晩その掛け子の名人と手合わせをすることを承諾してしまいました。その晩私は木村のところへ参りました。相手はもう待ち構えておりました。 もう六十を大分超えたろうと思われる赤ら顔の大柄の老人で、高校野禅とはしておりましたが、どこかにずるそうな癒しさが漂っているのでした。木村の紹介で挨拶が済むと、すぐに対局を始めることになりました。初めてのことですから、まず石を握りましたが、私が戦後しることになりました。我一子、彼一子と下ろしていきましたが、 彼はなかなか強く、それに掛け子に似ない筋の良い子で、随分よく考えて手筋を打つのでした。私も劣らずによく考えました。うぬぼれかもしれませんが、千ならば私は負けないと思っていました。そのうちに、双方に難しい意思ができました。一歩を誤ればお互いに潰れてしまうという際どい子になったので、私も一生懸命でしたが、 相手の老人の真剣さときたら、私が未だかつて経験したことのないほどでした。彼は20分経っても30分経っても石を下ろしません。私はそのうちに商用を催しましたので、ちょっと目霊して席を立ちました。ごく弱いザルゴには一手に5分と考えることは稀で、たとえ自分の手番でも、 相手に中座されるとなかなか一人でじっと考えているということはできないものですが、素人でも初段近くになると一手に相当考えますし、考え中に相手が立っても指して苦にならぬものです。ことに今は初対面の、しかも何ほどかかかっている。私は知りませんでしたが、木村がかけたらしいのです。真剣な勝負の最も難しいところですから、彼はじっと と差しうつむいて盤面を睨んだまま、私の立つのをさえ知らぬようでした。私は商用を済ませて、手洗いのところの雨戸を一枚繰り上けてあるところから外を眺めて、疲れた頭を休めるために大きく二三回深呼吸しました。外は晴れ渡った秋空に、キラキラと星がきらめいていました。相手の考え方ではまだ十分や二十分はかかると思いましたから、 わざとゆっくりしてそろそろと座に帰りますと、私はあっけに取られました。私の座席には、ちゃんと木村が座り込んでいます。老人は相変わらずうつむいて、一心に考えているのです。盤面を見ると、私の覚えのない黒白二席が並んでいます。思うに白が一手打ったのを、 木村が私の代わりに行って応じたらしいので、老人はまた一生懸命に考えているものと見えます。大事な五にしかも木村は私より一にも目弱いのですから、無断で代理などを務められては困りますので、咎めるように木村を睨みますと、木村は私の顔を見てニヤニヤ笑いながら、黙っていろという合図をしました。その様子が意味ありげなので、 私は仕方なしに5番の横の木村の座っているところへ腰を下ろしました。老人は一向そんなことに気がつかないらしく、一石ポーンと下ろしました。木村は待っていたとばかりにすぐ黒石を下ろしました。老人は相手が意外に早く石を下ろしたのに面食らいながら、また一生懸命に考え込みました。こんな風に、 黒白合わせて6手くらい下ろされる間に、時間にして1時間足らず、老人は少しも相手の変わっていることに気づかず、どんどん子は進行していきました。私はそばで見ていて、木村の手が無茶なので、語がだんだん悪くなっていくのが気になってたまりませんでした。そのうちに、木村が何と思ったか大きな声で言いました。富田さん 気がつきませんかさっきから私が撃ってるんですぜ。私はハッとしました。老人がどんなに怒るかと思ったのです。老人は無論びっくりして顔を上げました。そして相手をじっと見ました。それから横に座っていた私の顔を見ると、彼はみるみる顔色を変えました。 それは息が止まるかと思われるほどの絶大な驚きでした。両眼を大きく見張り、獅子を硬直さして、作り付けの人形のようになった彼の顔は終生忘れることができません。やがて彼はふらふらとしたかと思うと、パタリと前に飲めるように倒れました。これで、 私の拾った和道会賃の巻き起こした悲劇は解決したのでした。私のこの相手は、すでに読者諸君のご推理をのごとく、友人富田のおじで、掛け語に熱中して、父なる人から遺産を譲ることを躊躇させた人です。私をこの人と対局させた木村は、有名な私立探偵木村清であったことは、戦国諸君のご承知のことです。彼は、 博士の不思議な死を解決すべく、博士の歌人から依頼されたのですが、訪ねてきた高宮弁護士が他人の紛争した者としてはあまりに巧みに過ぎるので、木村はむしろ高宮が教皇を演ぜられた時間にちょうど富田の叔父と対局していたというアリバイに疑いを起こしましたが、アリバイはすでに警察当局でさえ信じてしまったほど立派なもので、対局の相手富田老人が確信を持って証明したところで、 虚偽の申し立てとはどうしても思われませんでした。そこで木村は考えました。彼もまた少し語をたしなみましたところから、かつてある講談者同士が商談披露会で対局したときに、これは真剣のものではなく余興的なものでした。一人の顧客が中座したときに、あるいたずら好きのやはり講談顧客が代理に一石を打ったところ、 考え込んでいた相手の顧客は一向気がつかないで相手をしたという話を聞いていましたので、対局中相手に悟られないで替え玉を置くことは必ずしも不可能ではないと思いまして、高宮と富田老人の護風をとってみると、高宮の方はそうではないが、富田老人は非常に熱中するたちで、対局中はほとんど盤面を睨んで他を顧り見ないということがわかりました。で、木村は、 私が語に強いということを聞いて、早速私を利用して彼と対局させ、対局中に十分代理が効くということを富田老人に悟らせ、かつ私をその承認にしたのでした。実際にやってみせなければ、おそらく富田老人は高宮と対局中にいつの間にか相手が変わっていたと言っても容易に承知しなかったでしょう。それだけに、私と対局中、 いつの間にか相手が木村に変わっていたことを発見した時の彼の驚きは絶大なるものでありました。高宮の代理を務めたごうちも木村の基地ですぐ捕まりました。これも一つの面白い話になるのですが、長くなりますからお話ししないことにします。木村の働きによりまして、富田博士を惨殺した恐るべき犯人は高宮弁護士であることが判明しました。 彼は巧みに富田老人の護風を利用して、対局中に替え玉を使ってそっと彼の家を抜け出し、ほど遠からぬ博士邸に行き、博士にある証書に署名させ、隙を狙って背後から刺し殺し、悠々と富田老人のところへ引き返して悟を打ちついたので、実に恐るべき犯罪者でありました。高宮が博士を惨殺した理由はこうでした。 博士の父なる人は、三人の子供のうち二人までが身を持ち崩して、遺産を譲るときは、意味なく浪費し、かえって悪い結果を招くことを恐れて、生前に不動産をすっかり処分して動産に変え、これを信頼していた高宮弁護士に保管を依頼して、三人の兄弟にはもったいらしく古銭を三枚分け与えて、五年後に高宮のところへ集まるように遺言しました。 彼の考えでは、5年間無一文にしておくうちには、二人の兄も何とか身が収まるであろう。その時に財産を分けてやれば有効だろうと考えたので、高宮に預けた5年後の遺産処分法には、詳しくそうしたことが書いてあったのでした。高宮という人間も、必ずしも先代富田氏の信頼に値しない男ではなかったのでしたが、大金を委託されて気が変わり、 長男の和道開鎮は掛け子で巻き上げ、次男が遺失してしまったのを幸いに委託された財産を横領してしまったのでした。それが、図らずも次男の落とした和道開鎮を私が拾って、不思議な因縁で十数年後にそれが三男の博士の手に入り、博士が熱心に研究し出したため、高宮の罪悪が発覚しそうになったので、彼は主樹の手段で博士を苦しめ、 とうとう殺してしまったのでした。富田が叔父を疑ったのは全く見当違いでした。ただ一つ残った疑問は、友人の富田が父の博士が殺された夜の12時までどこにいて、その居場所を警察の尋問にさえ答えなかった点ですが、後に私の問いに彼はこう答えました。僕はね、 君が和道海鎮を拾ったという場所を密かに掘り返したのだよ。二番目の叔父がそこへ立ち入ったのは何か理由があることだと思い、もしか、そこに宝が隠されているのではないかと思って、掘ってみたのだ。そう答えて、彼は恥ずかしそうに、顔を赤くしました。